も、が新潟護衛艦の異常なまでの建造能力に世界が注目しているのをご存知でしょうか。年に2隻建造との話ですが、3隻まで能力を高めるという話も異次元の建造能力です。今回は、も、が、新潟9番艦名取進水で、三菱重工の建造能力について詳しく見ていきますね。も、が、新潟は、少人数化で、AI 搭載同等艦の中国055型軍艦は、ポンコツという話も本当かな。去る2024年6月24日に、三菱重工業者の中崎造船所で建造が進められていたのが、新潟護衛艦艦首揮号、FFM の9番艦の命名式及び進水式が挙行され、同艦は、名取と名付けられたことが報じられた。報道された写真を見れば、すでに梅雨入りしている九州地方を表すかのように、曇天下で、これらの式典は行われた模様で、この式典には、防衛省や日本政府、三菱重工業者の関係者らおよそ200名が参加したとされる。式典においては、現木原防衛大臣が名取にかけられた綱を、参加者を代表してカットする演出がなされ、名取は、2023年7月の起工から、予定通りに進水を迎え、来年末の2025年12月での収益が予想されている。そのため、今後の名取は、建造元の三菱重工業者のプレスリリースによれば、船体そのもの、機関部、電気系統、兵装類等の残された偽装工事を施された後に、前述したように、2025年末に実戦配備される予定である。名取の艦名は、宮城県の仙台市並びに名取市を流れる一級河川である名取川から取られており、旧大日本帝国海軍においては、長良型軽巡洋艦の3番艦であった名取に続き、2度目の登用となったと言える。もっか、新潟護衛艦は、すでに1番艦、もっがみ、2番艦、熊野、3番艦、のしろが2022年、4番艦、三熊が、2023年、5番艦、矢作、6番艦、阿賀野が、2024年に収益を果たし、続く7番艦の仁淀が、2024年12月、8番艦の湧別が2025年3月に収益予定となっている。艦艇の数を収益年及び収益予定年で並べてみると、2022年が1番艦もっがみ、2番艦熊野、3番艦の城の3隻、2023年が4番艦三熊の1隻、2024年が5番艦矢作、6番艦阿賀野、7番艦の仁淀の3隻、2024年が8番艦の湧別、今回の9番艦名取の2隻となっている。残る10番艦、11番艦が2026年、最終の12番艦が2027年の収益の予定となっており、平均すると年間で2隻ずつを収益させる当初の計画通りのスケジュールで進捗しており、海上自衛隊の今後を担う中心の艦艇となると召されている。もっが新潟護衛艦は、一時期までは、最大で、22隻の大量建造が行われる、同一の艦級としては、海上自衛隊史上でも、最多の艦艇となる可能性も示唆されていたが、12隻までで終了し、以後は、さらに規模を拡大させた新型 FFM が12隻建造される方向が確定している。こうした間にも、日本のもが新潟護衛艦は、オーストラリア海軍の新型フリゲートの採用の候補にも名を連ねる事態となっており、そのまま、同艦が、検討の俎上に上るのか、後継艦の新型 FFM が、その座を狙うのかにも注目が集まっている。個人的には、オーストラリア海軍の新型フリゲートの候補としては、兵装の面でも強化された新型の FFM が検討されるのではないかと感じているが、海外の輸出実績の豊富な艦艇とそうした経験は、ほとんどない日本が対峙するのは難しいのではないかとは思っている。さて、今回の名取を含むもが新潟護衛艦であるが、使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0m、最大幅が 16.3m、深さが 9.0m の艦体を持ち、フリゲートとしては決して小さくはない。
も、が新潟護衛艦は、この艦隊に、機関としては固託方式を採用し、イギリスは、ロールス・ロイス社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツは、満車製の 12V28、33D、STC、ディーゼルエンジンを2機搭載している。これらの機関部によってもが、新潟護衛艦は、最大で7万馬力の出力を発生させ、最大速力は30ノット以上を確保しており、かつ、電力の供給には、第8社製の MTU ディーゼル発電機を3機搭載して増加する艦内の電力需要に対処している。今後の水上戦闘艦は、ますます高性能化が進むレーダーやソーナー、センサ類をはじめ、各種の兵装の運用にも、大量の電力の消費が見込まれるため、発電の能力の向上は、戦闘機等と同様に、一層の強化が求められるだろう。すでに、今回の名取で、9隻目が浸水を迎えたもが新潟護衛艦であるが、その構想は、現在の2024年から19年前の2005年にまで遡り、当時の海上幕僚監部が示した次期護衛艦、艦式号、DD 汎用護衛艦について調査研究から始まった。この次期護衛艦、艦式号、DD 汎用護衛艦についての調査研究では、アメリカ海軍が、その当時建造を進めていたフリーダム級とインディペンデンス級の2種の沿海域戦闘艦を念頭に置いて、その使用を検討したことが分かっている。そのため、ここでの次期護衛艦、艦式号、DD 汎用護衛艦は、フリーダム級の45ノット、インディペンデンス級の40ノットという、高速力を参考にした上で、さらに、建造費用も従来艦よりも低減させる方向で検討されたという。しかし、フリーダム級の45ノット、インディペンデンス級の40ノットという高速性能は現実的ではないと早々に判断され、使用上のそれら速度を下げ、並走面での妥協を行っても、目的に掲げた建造費用の低減は困難だと目された。やがて、政治上の決定としては、2013年末に25機の防衛計画の大綱と、それに基づく26機の中期防衛力整備計画が策定、発表され、そこでは、経済的な発展を背景に、著しい海軍戦力の増強を図る中国を念頭に置いた施策が示される。具体的には、こうした中国海軍の艦艇数の増加に対処すべく、従来よりも、情報の収集と、それに基づく警戒と、監視任務に従事させる護衛隊について、5つから6つへと増強する方針が打ち出され、護衛艦の総数を47隻から54隻まで7隻を増加させることが明記された。ちなみに、今では防衛計画の大綱は2022年末に国家防衛戦略へ、中期防衛力整備計画は防衛力整備計画へと、名称の変更がなされてはいるが、海上自衛隊の護衛艦54隻体制への造成はそのまま引き継がれている状態である。いずれにせよ2013年末に25機の防衛計画の大綱と、それに基づく26機の中期防衛力整備計画の時点で、それまでの次期護衛艦、艦式号、DD 汎用護衛艦は、より多用途に対応可能でコンパクトな艦隊を備える艦へと変更された。そのため、翌年の2014年には、次期護衛艦、艦式号、DD 汎用護衛艦は、3000トン型将来護衛艦と呼称されるようになり、2017年2月に、防衛装備庁が、その建造を請け負う造船企業の公募を行い、造船企業側からの提案を募る形とした。この公募に応じたのが、三菱重工業社、ジャパン・マリン・ユナイテッド社、三井造船社、その後、三井 E&S 造船を経て、現在は三菱重工マリタイムシステムズ社の3社であり、この中から、三菱重工業社の提案が採用を勝ち取った。翌2018年4月には、海上幕僚幹部は、3000トン型将来護衛艦と呼称していた新型護衛艦を、海上自衛隊では、新種の艦式号である FFM とすることを発表、艦級であるフリゲートを FF で、多用途性と機雷戦能力の付与を M で示すものと説明した。結果として、新型護衛艦である FFM は、
要求される仕様を盛り込んだ結果として、3000トン型将来護衛艦と呼ばれていたものから、30% の基準排水量を増加させた3900トン規模となり、ここにもが身型護衛艦が誕生した形だ。このように、時代のニーズと建造費用という観点からもが、身型護衛艦は生み出されたわけだが、これに続く新型 FFM では、基準排水量は、さらに、およそ4880トンまで拡大させる見込みで、この艦隊の大型化に伴い、兵装も強化されることが確実視されている。